はい、ティームイルミネーションファンタジーです。今回はですね、婚活のポートレート撮影をね、撮りに、小倉城にね、やってきました。そしたらね、白い鳩がいたんで、おっと思ってね、テンション上がって動画をね、撮影始めたんですけれども、よーく見るとね、白い鳩じゃなくて、なんか灰色と白がなんか混ざったような、なんかちょっと気色の悪い鳩だったなーって感じで、これはいいのか悪いのやらって思いながら、こんな感じでね、写真も撮ってみましたって感じです。24-70のね、ズームレンズということもあって、あまりちょっとアップ写真は撮れなかったんですけれども、まあ記録写真としてはまあ撮れたかなという感じの、写真になりましたというところで、まあ、ね、まあこんな日常ですけれどもね、次の動画をね、楽しみにまた待っていただけたらなと思います。では。